はやきゲームズです。世界任務アグニホトラ教の宗将で最後のエリアのマウティエーマへの戻り方を紹介したいと思います。今はこの辺りのマウティエーマの入り口あたりに立っています。いろいろ聞いてると宗将の最後の任務の時にやられてしまったり、他のエリアにワープしたけど戻り方がわからないって方が結構いらっしゃったので、今回紹介させていただきます。宗将自体の解説はこちらの動画でしていますので、まだの方は概要欄のリンクからご覧ください。ここからマウティエーマに向かっていきますが、まず3階の庇護秘境にワープをしてください。秘境に到着したら次は南西方向にしばらく進んでから南方向に向きを変えて進んでいきます。しばらく進んでいき、この辺りから右に曲がって細い木の上を北西方向に向かって進んでいきます。ここがマウティエーマへの入り口となります。マップを開くとこの辺りになります。ここからマウティエーマの中へ入っていきますが、北西方向に今立っている木の上を登っていきます。そうするとこんな感じにマウティエーマの中に入ることができ、任務の続きをやることができます。以上となります。このチャンネルではギミックの解説や生遺物などの回収ルート、螺旋の攻略など旅人の皆様のお役に立てるような動画を投稿しています。よろしければチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。またライブ配信も定期的にしていますので、よろしければお越しください。ツイッチ、ツイッター、ホヨラボの方もフォローいただけると嬉しいです。では